フラワーレッツサポーターの皆様、こんにちは。大月剛です。今この J リーグ延期再延期と、我々今プレーをする場所がですね、なかなか難しい状況でありますけれども、この日本、世界の状況、そういったことを考えると本当に心苦しく思いますし、皆様もそして我々も不安な部分があると思います。我々は現在この中断期をですね、選手、スタッフ、力を合わせて次の試合の開催に向けて準備をしております。毎日もちろん選手もスタッフも不安な面はありますが、何よりも身近な人を大切に思い、そしてその思いを我々の活躍を見守ろう、我々の活躍をサポートしようとされている皆様、そういったものにまで通じるように思いを持ってですね、毎日を過ごしたいと思っています。監督としては選手と力を合わせ、毎日の活動で集中して仕事を行い、また皆様にお会いし、一緒に埼玉スタジアムで戦える日、その日のために準備をしたいと思います。大変な日々が続きます。皆様におかれましてもですね、健康に留意し、そして本当に近くにいる人たち、身近な人たちに優しい気持ちを持ってですね、この苦しい状況を共に乗り越え、また一緒に戦える日を、本当に心よりそういう思いを持っています。引き続き浦和レッズを応援よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、西川周作です。18日に再開予定だった試合が延期することとなり、僕たち選手も非常に残念に思っています。しかし僕たちは元気よく毎日トレーニングに励んでいます。皆さんも毎日不安に思うことがあると思いますが、僕たちの試合を楽しみに待っていてください。再開した時、僕たちが素晴らしいプレーをして皆さんに元気と勇気を与えられるように、しっかりと準備をしていきたいと思いますので、皆さんどうか体調には気をつけて元気にいてください。そしてまた埼玉スタジアムで会いましょう。